2303メートルの山。コスモ山から南下してきた基礎山脈の主猟線は、ここから南西方向に向かい、安平寺山へと続いている。また、南東方向にも尾根が派生しており、年上岳がある。なおこの尾根は、粘上岳から東へ向かうので、対局的には奥年上岳から東方向へ伸びているといった方が正しい。 奥年上だけの一般登山道はない。これらの山域は登山道が不明瞭のため、通過が非常に困難で道迷いの可能性が高い。県脚の熟達者向きで、一般向きでなく、自己責任による慎重な行動が求められる。基礎山脈の主猟線が重走路となっている。ただし、コスモ山のすぐ南の南コスモ山と、 アンページ山との間は深い笹やぶなどに覆われているため登山道は不明瞭となる。背丈を越える、藪をかき分けながらの歩行を強いられる。年上岳からへの安部を経て、奥年上岳へ至る、笹やぶの尾根ルートがある。年上岳までの登山道は、年上岳を参照。中央アルプスの友人の山小屋は、完全予約制となっている。 駒形県長上山荘にのみ、キャンプ指定地がある。昇州山から望む安平寺山周辺の山、木曽山脈の、主な山は、木曽山脈を参照。南東にあるヨタギリの利子氏が、ヨタギリ川と松川との分水嶺となっている。ありがとうございます。